はい、どうもタンタンです。こちらカマカのコンサートですね。 HF2 のこちらはユーズド品でございます。2001年製ですね、オールハワイアンカーボディで、まだネックはコアですね。コアネック、そしてシバントブリッジに関してはローズウッドという、まあ今の仕様になるまでの、まあ、過渡期みたいな感じの仕様の一本でございます。すごく音抜けがいいですね。このあたりはコアネックっていうのがまず一つあるのかなっていうのと、まあ20年経ってるっていう、そういったところもあると思います。それなりに使ってはいるんでしょう、おそらくですね。まあピックアップついてるんですよね、まあ見ての通りエンドジャックになってまして、ちょっと珍しいですけども、サイドここ、まあ太田さんのね、あのウクレレみたいな感じでここにボリュームポットがついております。ピックアップ使ってね、ライブかなんかでちょっと使ってたのかもしれないですね。すごくこう、音がね、スパンと抜けて、気持ちいい音抜けの一本かなと思います。で、今回ですね、まあ、ピックアップついてるっていうのはもちろんあるんですけれども、ちょっと全体の状態でですね、トップはまあ、こんな感じでいいとしまして、バックですね。写真でもね分かるかなと思うんですが、ちょっと光をうまく当てて見ていただくと分かるんですが、ここなんか貼ってあったんですよね。多分傷防止のためになんか貼ったんでしょう。それをね剥がしてあるので、こうちょっと塗装がやられちゃってて、こんな感じになってるんですよね。なのでそういうのも含めてですね、今回ちょっと HF2 としてはかなりお安めな値段で出させていただいております。演奏面は全然問題なくて、弦高もすごく低くて弾きやすいですし、何よりもすごく音が軽やかで心地よいかなと思います。はい、ということでこちら、カマカの、コンサートサイズ HF2 ですね。2001年製のこちら1本でございます。はい、ピックアップとボリュームポット付きのこちらの個体。まあ、今回はね、先ほども言いましたけども、かなりまあいろんなこういったバックのね、塗装のコンディションだったりとか、まあピックアップこういった改造がされてたりとかっていうのがありますんで、かなりお安い価格かなと思います。ぜひお早めにお問い合わせいただければと思います。それではタンタンでした。